ナス44は、ソ連時代に 206MR5 計画、B フリ型大型ミサイル艇の2番艇として、建造された。1978年8月31日に、スレドネネーフスキー造船工場で、春工。二重赤旗樹小バルト艦隊に配属された。1985年秋には、クリミア自治共和国チェルノモールスコエに本拠を置く、国会艦隊。 第296ミサイル艇旅団第41ミサイル艇戦隊に配属された。ソ連が崩壊すると R-30 はロシア海軍に編入された。国会艦隊艦艇の貴族がロシアとウクライナとの間で争われた結果第296ミサイル艇旅団に所属した艦艇の多くはウクライナ海軍へ譲渡された。R-44 は ロシア海軍に泊まり、1990年から1995年末に、かけては1234型小型ミサイル艦や1241.1型大型ミサイル艇、1241.7型大型ミサイル艇を装備する第349ミサイル艇旅団に所属、その後第41ミサイル艇旅団。 第295スリンスク赤旗受傷ミサイル定旅団に配置替えされた。R-44 では1995年初頭まで VN セルジューク2投射官が艦長を務め、その後 SI ポッオフ3投射官に交代した。R-44 は 3M24 ウラン艦隊艦ミサイルを装備した最初の艦艇となった。 1983年、R-44 は02066号計画によって、この新型ミサイルの発射装置を装備する改修を受けた。3M24、ウランの発射装置は4連装のものが2機搭載され、代わりに、従来の P-15M、テルミート艦隊艦がミサイル単装発射機2機は撤去された。2000年末までに R-44 の ウランコンプレックスは撤去され、大型対戦艦スメートリブイに移設された。これが、ロシア艦艇で、3M24、ウランを装備する2番目の艦艇となった。しかし、2002年には、3M24、ウランコンプレックスは、スメートリブイから撤去され、R-44 に戻された。スメートリブイでは合わせて24発の、ウランミサイルが死者されたとされる。 R-44 に戻された 3M24 ウランコンプレックスは2003年に脇部を残して撤去され、それ以降 R-44 は対艦ミサイルを搭載しない状態で現役についている。3M24 ウランミサイルは結局ロシア海軍ではごく一部の艦艇にしか採用されず主として インドや東ドイツなどの海外艦艇に採用された。R-44 では、もう一つ新しい装備の試験が行われた。AK-630M1 からに、ローイと呼ばれる近接防御システムがそれである。ローイとはロシア語で蜂などの群れを意味する単語で、無数の弾丸を発射する、この兵器のイメージから名付けられた。AK-630M1 からに、 ローイは、従来の AK-630M の、代替兵器として開発された防空システムで、重量は2.5トン、2門装備する 30mm 機関砲 AO-18K の発射速度は、毎分1万発、弾数は4000発とされている。なお、従来の AK-630M の、発射速度は、毎分5000発程度、弾数は1000発である。 操作には2名を要した。1987年に、この AK-630M1 からに、ーイシステムが R-44 に装備され、試験が開始された。代わりに、従来の AK-630M は、撤去されている。また、新システムの搭載に伴い、 射撃管制レーダーも従来の MR-123、B インペルから MR-123 から02に変更されている。1989年夏に実施された試験では、AK-630M1 から2、ローイは優秀な成績を収めた。試験には、西側の標準的艦隊艦ミサイル、ハープーンに見立てた、標的キラ -17K と、 対戦車ミサイル QM17、ファラアンガニが用いられた。AK-630M1 から2、ローイは上空10メートル付近でファラアンガニを撃墜することに成功した。迎撃に用した弾数はわずか200発であった。しかし、最終的にロシア海軍で採用されたのは 3M87、コール地区で、 AK-630M1 からに、ローイは、結局量産には至らずわずかに R-44 で試験されたに止まった。R-44 からも年内に撤去されている。その後、AK-630M1 からに、ローイは1990年代後半から輸出向けに、販売が試みられていた。また、2007年初夏には、 ステルス仕様の砲塔を持ったデュエートも公開されている。しかし、ロシア海軍で採用されたの輸出型カシュターンも販売しており、今後海外でも AK-630M1 から2、ローイが採用される見込みは、限りなく、低いと見られている。この他、1996年には、新しい射撃管制システム SP-521、 ラークルスを搭載して、養生試験を行っている。ラークルスとは、遠近法における短縮法のことで、ラクルスとも発音される。SP-521、ラークルスは、自動制御で目標を追尾、攻撃できるシステムであった。このシステムの試験は1998年初頭には、終了した。結局、R-44 で試験された。 新兵器はどれも採用されなかった。各種試験の挙句手法を除く、兵装一切が撤去されてしまった、R-44 は、すでにミサイル艇と呼べるだけの武装を有しておらず、晩年はもっぱらセバストーポリのカランチンナヤ湾に、係留されていた。なお、国会艦隊所属の同系艇には、管轄地域の都市の名称が与えられている。 R-44 に対してもボルゴレーチェンスクの名称が与えられる予定であったが実現しなかった。結局 R-44 は経流されたまま活動を再開することはなく2008年10月5日付で海軍機を降ろし退役した。今後はおそらくは海上標的として使用される予定である。ありがとうございます。